招き猫ですもうお持ちでなければいいのですが南のパワースポットそしてこの鈴の音この重ささささてはめったに手に入らない超絶激レアも おかけすることなくお渡しできてよかったですおや箱に何やら紙切れかのとうさんレシートがひっついておりましたふくきたるおたんにゃーそれ以上はご勘弁をえどうしたの服くきたる私たちただあなたにお祝いを でてで,ですからご勘弁をすみません。もう、これ以上はその、今日が、幸せすぎてしまってる。その上、お二人にまでお祝いいただいたら、そんな幸福、味わってしまったら運の反動が来た場合、例えば明日、 お誕生日めでとうたるちょっとおめでとう今日伝えたいんだもの我慢してちょうだい別に不幸とやらが来たとしても一緒に立ち向かうぐらいしてあげるよ <laughs> お,お二人ともありがとうございます今日の私は 幸せ者です今日のトレーナーさんは誕生日の人と一緒にいるときちということで一緒に過ごしませんかこれぞ最強開運服よければトレーナーさんの服もラッキーコーディネートしますよお父さんが紐でワチャワチャになってたのでともかく。 結び目がすぐほどけるお守りを渡しました大量の荷物が減ってすっきりです心機一転晴れやかに服をつかみに行きましょうみんなで誕生日をお祝いしてもらえるなんてガチュウう <laughs> 嬉しくて目からおみくじが機械さんが猫に大人気ですね 猫っぽいしまさか招き猫の決心ではトレーナーさんに一番合うお守りうーん改めて考えると難しいですお花見するなら神社がいいですね春にちなんだラッキー弁当を作ってきますよ 達成確認を忘れずにな。